皆さんどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル60シブレというものを練習にやっております。プレス4プレス3とスマホのゲームを今度でやっています。今日はね、 A でエンチャントアームね、このゲームやっておりますので、もしよければっていうか、もう見てるんでね、見てください。では行きましょう。あとね、一応再生リストの方にてね、の方でね、 R から O までのやつを作ってますんで、パート1の動画でね、もしよければそれも見てください。では行きましょう。どっち行けばいいんや？なんかおる。え？何これ？何これ？え、ちょっと待って。これ、行っていいパターン？いや、戦ったらあかんパターンやろ、これ。いや、なんかめっちゃ怖いんやけど。ちょっとセーブ書かせて。セーブ書かせて、ここで。これと戦って無理やったら、うん。そのままやめて、普通にやっていくわ。てか、それ以上のところカットしときゃいいねんな。はっきり言ってさ、なんだおこいつは。確かならば、はぐれゴーレム、主人をなくしてゴーレムたちのこと、彼らとの戦闘に勝利したら、倒したゴーレムのコアマテリアルを手に入れることができる。おお、スクールのあちこちにいるらしいから、積極的に探してみるといいと思う。まあ、オートでやっていきましょう。聞いてね、あ、普通に倒せるやん。早かった、分かった今ほんま。出せたか。ナイス。え、強っ。いやキュアループ。あー、そこはあかん。まこと、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。キュアループ。あ、ちょっとキュアループやってやろ。で、こいつは普通にクリアラッシュで、あとはそう、無理、向こう行くの無理やし、ちょっと待って、キュアバランドやっていこう、回復やっていこう。あ、やばい、これ死ぬ。おい、あ、これ、あ、やばい、あ、死んだ、あ、死んだ、あ、やばい、じゃあな、オート、あと、じゃあ死んだ、オートの、こんな、じゃあよかった、怖い、でも強い、やっぱでも焦った、あ、あいつも、あ、一応レベル上がるんやなら、よかった。ナイトカーを手に入れた。これ神やんな。やべえ、このゲーム神やわ。神ってるわ、このゲーム。やべ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 、うん。2016年の流行語言ってもらってるけども、まあ、そこら辺は無視していって。おお、なんかたくさんいる。え、たくさんいる。え、どうや。古代に作られたゴーレムだね。古代に作られたゴーレム、これ全部ゴーレム。これはどちらかというと、衣装的な意味合いが強いんじゃないかな。衣装的な意味合い。お飾りってこと。ああ、なるほどね、飾りね。そうなんだ。あるいは脅し。脅し、この先はヤバいぞってこと。ああ、そういうことな、そういうことな。いよいよ ボス戦ですか。ボス戦行きます、来ますかね。まあ、しゃあない、やっていこう。うん。おお、何、扉への行く手が塞がれているね。マジか。どうすりゃいいんだ。おそらく行く手を塞いでいるゴーレムに動力を供給すれば、ゴーレムが起動して道を開けてくれるはずだ。ほう、ゴーレムに動力を供給。それ分かってんのか、アズマ。どこかにスイッチがあるってことだな。お、分かってる。そうそう、よく気づいたね。よく気づいたね。トーヤに褒められちったぞ、マコト。私、あんたがネタマシ。ネタマシ、なんかちょっと、なんかちょっと語呂合わせめっちゃいいんやけど。ネタマシーわ。ネタマシーわか。わかった、わかったもん。どう。で、てかゴーレム、このゴーレム怖いよな。なんか今にも動き出しそうっていうかさ、まあ、動力供給すればいいだけやから。ん？え？え？ちょっと待って。ああ、前な、前すんの忘れた。降りる降りる。これか、これっぽいな。これをなんか起動すれば、これ読まんねんな。古い書物で見たことがある。この説やはり相当古いもの、それこそ1000年近く。よーし、早速動かそうぜって。これどうすればいいんだ。痛みこそ僕たちが日頃使ってる水質とは違うけど、構造的には一緒だよ。オーバーロストで切り替えられるはずと。分かったかい。任しとけ。
よし、スイッチオン。どうなる？来た？来た？来た？動いた！けど、なんかこのゴーレム自体が動きそうで怖い。大丈夫？マジで大丈夫？これ。大丈夫じゃなさそうな予感がするな、俺だけ？あ、動かす。間違えたし。下行くので、下行くのに L を下を押せばいいねんな。よし、来たよ。何？え？どうしたの？ナトーや。さっきも言った通り、この先は危険そうだから、戦闘の準備を整えた方がいいかもね。EX を使えば、強い敵にも対抗できるはずだよ。EX を使うための EX ケージは十分に溜まっているかい？僕の記憶が確かならば、エンチャントダンスを折れば、え？戦闘中以外でも貯めることができる。え、エンチャントダンス？学園の名物ダンス。ほら、学園祭の時にみんなで踊ったじゃない。ああ、あれか、覚えてる覚えてる。踊るの大大大好きだぜ、てか。ああ、無駄無駄、考えてるだけでめちゃくちゃ踊りたい気分になってきた。よし、踊る。俺は踊るぞ。今すぐ踊る。って、あれ、誰で踊るんだっけ。じゃあ説明するね。エンチャントダンスはいつでもどこでも踊ることができるんだ。ただし、はしごを登り降りするときや、キューブに乗っているときなんかは、足場が不安定だから当然ダンスはできないね。踊りたい気分になったら立ち止まった状態からまず R1 ボタンを押してダンス待機状態にする。おう、これで準備 OK。 あとは魂の感じるままにコントローラー振るんだ。え、コントローラー振る？そう、たくさん振れば振るほど EX ゲージが大きく回復するはずだよ。つまりわざわざ必要以上に大きく振るよりも小さくて回数をたくさん稼ぐ方が賢い選択ってことだね。終了したいときは R1 がバツボタンを押せばまた移動できるようになるからね。と、おう、コントローラーを振るね。ああ、それと一つ気をつけなくてはいけない。踊った時はダンスに引きずられて集まってきた時にエンカウントしやすくなってしまう。めちゃくちゃ踊りまくるのはいいけど、あんまり次と戦いたくない時はダンスに控えた方がいいね。なるほど。ん？どういうこと？ああ、そういうことか。おお、え、何どういうこと？あ、それ。え、何どうすんのこれ？え、何？え、何今どうなったん？何今どうなったん？まあいや、いけないのかな？EP 違う。うん。まあいけるでしょ。まあいけるでしょ。行ってみよう。じゃあ今のちょっと面白かったな。マコトバージョンとあとトウヤバージョンも見てみたいなっていうな。あ、ここにもあるやんか。あ、じゃあ違うわ。あ、違うかったわ。ここにもあるやんって、これミスショップでしたね。間違えた。え、なんかそういや書いたりするかな。スキル購入。ハイブロー。おっちょ、もうちょい。もうちょい。ゴーレムで合成できる。お、ナイトサーベント。やっておこう。あれ、どこでできたっけ。合成する、あ、合成するってやできひんやんか。マテリアル足らんし、マテリアル足らんし。あー、そうなっちゃう。マジでマテリアルが足りません。いいない、まあいいや。ほんなら行きましょう。でも無理かな。これなんなん。あ、そう、これは関係ないか。え、なんなんこれ一体、ほんまに。うん？あれは、これはすごい。なになに、これなんなんだ。これは古代に作られたエンチャントで動く装置みたいだね。へえ、エンチャントで動く装置。エーテルを込めれば動くんじゃないかな。エーテルを込めれば動く。とてつもなく古いものだろうけど、まだしっかり機能は生きているみたい。すごいテクノロジーだ。すごいテクノロジーねえ。なんだ？何これ。トウヤのじゃなくてもトウヤ、アツマの右腕が。ちょっとあんた、その右腕死ぬか。貴様、君何だってんだ。
何これ、何したん、アスマ何したんって。参るよな、この右腕はエンチャントされたものに触るといつも誤作動とか起こすんだからよ。やれやれだぜ。やれやれはこっちのセリフよ。ほんまや。なんなのもう、その右腕は。やれやれだぜってな。それジョジョの奇妙な冒険じゃねえ。さあな、こいつに聞いてくれよ。ねえ、アツマ。うん？君はどうして学園に、どうして封鎖区画の中に入りたかったんだっけ。そりゃあ、そうそう、コータを探すためだぜ。その割には地下に落ちてからほとんどコータのことを言わなかったよね。そんなことノイズ。いや、なるわな。さっきからやけに先に進もうと張り切ってるし、何かに君も導かれているんじゃないかなって思ったけど。何かって何かだよ。例えばその右腕とか。右ヤントーや、怖いこと言わないでよ。誠気持ち悪いからやめてくれよ。俺、トーヤにだけは右腕のことをとやかく言われたくない。まあまあ、とりあえずどこかからエーテルを調達しましょうよ。トーヤが言ってたようにこの装置を動かせるかもしれないわよ。あ、ね、何が起こったんやこれっていうこと。どういうことこれ。何これ。ちょっと待って、何今のイベントは。これは何や、進めない。あれ、あ、でもこういう時はエンチャントワイヤーを使うといい。エンチャントワイヤーっていうのはエンチャントの力を使って飛ばすフック付きのワイヤー発射装置のこと。そんなの持ってたかもで。おい、おお、そうなんや。なるほどね、忍者の鍵縄みたいなもんだな。で、どうやって使えばいいんだ。はあ、はあ、ワイヤーを引っ掛けたいターゲットの近くまで行く。エンチャントワイヤーを飛ばせる位置まで来るとアイコンが表示されるから、その位置で丸を押すかコントローラーを振る。おお、なるほどね。あ、わかったわかった。簡単やね。簡単やね、それはね。おお、ちょっと怖いよ。ウェーイ、気持ちいいね。気持ちいいねっていうね。お、今度は何や、これって何だっけ。エーテルポット、大量のエーテルを保持しておける。素材で作られたエーテル備蓄装置。そう、この装置にはたくさんのエーテルが使えられているってわけ、ね、なるほどね。エーテルを集めていけばいいのかと。お、飲み込みがよくって嬉しいと。これだけの量で、普段は一旦売店になるものを移したけど、全くエンチャントの基礎の基礎でしょうね。いざなんて本当にね、集まって。なんだよこれくらい俺だって。ちょっと待って、触ってるポットが壊れちゃうよ。あっ、右腕は使わなければ問題ないんだろうけどね。あ、そうだよな。どうやってエーテルを集めればいいんだ。近くにアイコンを表示されると、そこに丸を押すとエーテルを吸収できる。あ、わかった。要はもう丸ずっと押しときゃいいねんな。このゲーム簡単やな、ほんま。で、でこれまた戻るの？マジかよ。じゃあ戻るとこまでカットやんか、完全にこれは。おっしゃ、これで戻ってきたやろ。ではとはどうすりゃいい。ここにもっと持っていけばいいんやろね。そんな感じがするね。おっしゃ、来たよ。よし、じゃあさっき言ったように収録時にはさっき集めたエージェルをセコメグロは OK と。どっちみちまた丸押すだけでいいんやろ。せやね。まあこれやってどう変わるかい。これでいいのか。多分ね。ほらほら、おおー、なんかすんごい。なにこれ。おい、すんごい、なんなんこの装置、やば。すげえ仕掛けだな。これちょっとしたエレベーターやん。そうだね。
すごいのはこの仕掛けっていうよりもむしろ君の。君はその右腕が嫌いみたいだけど、君のその腕が役立つなんかじゃ。すっげえ。あそこが終着点かな。なんかあるて。そうみたいだね。うん。よし、今回はここやってから終わりかな。なら。で、どっち側行ったらいいんや。こっち側行ったんで、まあカットになってると思うけど、まあこっち側から行ってみましょう。いいね、いい感じにレベルが上がっていくわ。まあカットになってると思うんやけどね。お、上にも、なに、キャッ、連打する。それかコントロールうまくて、お、わかったわかったわかった、おらー、終了。さあ、セーフ。今のエンチャント漏れ。なるほど、奥までにエンチャントキューブがエーテル漏れを起こして故障することがあると。なるほどね。マルオレンダがコントローラーを振りまくるかしてエーテルを再注入。なるほどな、そういうことな。怖かったわ。それにしても俺さ、これ結構上やんか。攻撃は知らねえやな。落ちたらマジで怖いわ。で、今度は何すんの？で、ああ、あれか。投げる。ウェイ。よいしょい。マジ怖いわ、あれ。何あれ。マジで嫌やねんけど。今、まあ、カットになってると思うんですけど、なんかめっちゃ強い敵に当たってもうた。何あれ。怖いわ、そういうのやめて。まあ逃げたけどな、怖すぎて。マジで怖すぎる、あれ一発で持ってかれたもん、あのゴーレムがね。マジで怖かった。まあこれでいけるとは思うけど、一応これで、ここにまでこれ持ってくるという、そのパターンか。それっぽいな。注入完了っと。うん、注入完了。ちょっと待って、まだある感じ。ちょっと待って、これ結構長いな。はっきり言ってさ。よっしゃ、到着。何はしゃいでんのよ。バカじゃないの。バカじゃないの。なんだよ、誠、珍しく元気ねえな。うるさいわね。なんだかちょっと寒いのよ、ここ。寒い。そうよ、トウヤ、私を温めて。気色悪いからこんといて。気色悪いからこんといて。やな、お前。一応ハイブローも買っときますか。ならね、これ結構いいと思う。うん、 OK。 でゴーレム合成できるかな。もできる。やっとこう。なら OK、 合成しといたよ。で、あとはスキルで厚ま装備じゃなくて習得で、スキルハイブロー52。え、あー、正直、あー、1500もいんのか。ちょっときついな。スタンプビースト、いや、ビーストっていうのはスタンプビーストね。これ取ってきますが、なら、うん。じゃあ、あとは装備、ちょっとサポート、スキル、これでね、やっていきましょう。じゃあこれでいきますか。きっとこの先何かあると思うんでね。おー、なんか結構瓦礫というものが、いや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 
やがーやな。え、てか炎、え、え、氷じゃないの。え、違う、お前じゃない。でもお前じゃない。俺が落ちたのはお前じゃない。氷のね、なんか伝説の物語で氷のエレメントだっけ、エレメントじゃゴーレムかがおるってなんか前聞いたんやけど、これなの。オートリーやめて、自動で自分でやってやろうって話やけど、もうだいぶいいよ、これ。おぉ、ここ結構暗いやんか。まあ適当にやっていくか。じゃあよっしゃ、おぉどうだ。あー、あー、倒れた、倒れた、マジで。まあいいや、まあいいや。何になっても攻撃は山さんの半分までいったぞ。16、あ、ヘボ、あ、ヘボいけるな、これやな。いける気がする、これはもうな、いける気がする、あると思います。何切ってよ、かけるね。うわ、全部、え、ちょっと切れるか。うん、あいつもうちょっと頑張ってくれるとしいんだけど、休み戻るね。ちょっと待って、ちょっと待って、ここ、あ、ここ行かれへんやんか。ちょっと待って、キューバラードやってかんと、やばい。で、あ、ちょいちょい、え、これは OK、決定。お、ありがとう。どうした、これで、ちょっと早っ。お、いける。お、これはもうオードリーいける。3人で、おお、すげえ。お、やべ。あんたじゃなくてトイレのおかげでしょ。まったくもう、キュアバラード、こいつやっといて、トイレは攻撃やっていこうかな。ウェーブがよっせな。これ機械のブローカーウェーブやな。ウェーブでいくか。アクロスパイク、オッケー、ありがとう。うん、よっしゃ、よっしゃ、ウェーイ、ありがとう。また一つ剣戦を積んだ。ありがとう、マイケ。普通に出せたっていうな、それがちょっとびっくりした。まあゴーリーも一匹犠牲になっただけだね。それでいいか。まあ俺はアズマと同じように脳筋やだということでね。で、おおおお、消滅したよ。なんとかやっつけたな。すげえ強いやつだった。多分このゴーレムはここを守るガーディアンだったんだろうね。おお、ミユダは平気なの？さっき。あ、別に怪我とかしてないぜ。いや、そうじゃなくて。平気だって言ってんだよ。いいから奥へ進もうぜ。異変の真相がわかるかもしれないんだから。わかったよ、行こう。まあ、うん、行こう。まあ今回はこれぐらいね、終わりにしましょう。ハンマー健康青って言うんだけど、まあいいとして、まあ終わりにしましょう。ではご視聴ありがとうございました。一応ねチャンネル登録とツイッターアカウントのフォローよろしくお願いいたします。一応ねチャンネル登録というかじゃなくて、ツイッターのアカウントはね、アカウントじゃなくて URL はね、概要欄のところに貼っておきます。もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。